やあ、せつなけいすけです。かつお節かけてご飯を食べてみました。これが意外と美味ですね。まあゲームには関係ないんですけどね。始めましょう。ここですね。あ、そういえばなんか。そうです、ここでポピオと戦ったんですね。全然対処法とか考えずに来てしまいました。ここカットですね。そんなにカットする必要なかったですね。とりあえずポピオが出てきました。さあどうすればいいものでしょうか。もしかしてこれさくらんぼ使うんじゃないでしょうかね。さくらんぼ回復アイテムだったんですね。急いで逃げたいところですね。この回復アイテム数ターン耐えきればよかったのかもしれませんね。だとしたらさくらんぼはこんなに使うものじゃなかったのかもしれません。というかさくらんぼ結構役に立つんですね。というわけでカットですね。そうと分かればやることは一つ、とりあえず最初の方は殴るんですね。ピオの攻撃は1回につき8のダメージみたいですね。つまりこのターンを攻撃もして大丈夫ですね。こう4余りますね。8に16で16ダメージです。ここで回復するんですね。行動は先にこちらの方ができるんで回復はこだわりですね。殴られてもしょうがない。もう1回殴れば勝ちです。多分ここでもう1回殴ればえあれおかしいな。勝てなかったな。どういうことでしょう。わかりません。全然わかりません。全然わからないので攻略法を見てきてしまいました。誠に講師申し訳ございませんね。これはね、防御です。守って守って守り抜くのです。あれダメージを食らいませんでしたね。これはこう使おう。ではもう一回防御しましょう。お、今回もダメージを食らいましたね。しかし4ダメージです。それほど痛いものではありません。まあ、このように防御しようか。もう一回防御しましょう。もう防御でも耐えきれなくなったので、アイテムのさくらんぼで回復しましょう。で回復できるアイテムだと書いてほしいですね。このチャージ完了であります。これじゃダメじゃんって思うでしょ。しかし違うんです。まあもう一回防御しときましょうかね。いけー、燃え尽きろー。あ、ボタン間違えた。ドカーン、竜也の勝利ですね。勝っちゃいましたね。敵のミスを誘ったのですね。なんで竜也は指揮官らしいスキルを持てるのでしょうかね。作詞ですね。作詞で申し訳ございません。ポピオ君、君の死は確定です。僕はここから出させてもらいます。ポピー消えましたね。まあ勝ったんです。何にせよ勝ったんです。勝ちです。鰹節はどこにあるんだ。まあ勝ったからいいでしょう。さて次のところへ行きましょう。またここを取るのかと思うとすごい、あれ一本道になってますね。よくわかりませんが、進んでいきましょう。おえなんてことでしょう。こんなことになるとは。怖くないあの部屋にいたのでしょうか。いたんでしょうね。っていうか、セーブしてませんね。カットします。さて、では逃げましょう。ここでまっすぐ行って、突き当たりがあるので、ここら辺で分かるのでしょうかね。まずいですね。惜しかったような気がしますが、まあ、巻きは巻きです。やり直します。こういう逃げる系は何度やって、ようやくクリアできて楽しいものです。こういうものです。なので私はくじきません。もっと奥に寄って S 字に曲がるようですね。頑張っていきましょう。はい。さあ何回かやったらなんとかなるでしょう。そう、私はそう思います。
皆さんだってそう思うでしょう。これです。成功しました。おじいさんが二人並んでいます。片方がおばあさんだったらよかったもの。最近流行りの BN の GG のバージョンですね。 GL、 あ、それ別の意味になってますね。とにかく並んでおります。絵は変わっているのです。変わっていますね。なんか無言らしくなっていますね。変わる前の方が良かったという感じですね。しかしこいつ足は遅い。というわけでこんな感じで普通に大丈夫です。セーブしておきましょう。もう怖くないから逃げるのはうんざりです。高級なおじいさんがいません。盗まれました。高級だからといって盗んではいけません。もともおじいさんを盗んで何の価値があるのか分かりません。盗むというよりかは拉致という考えでしょうか。分かりません。私には分かりません。確かにあんだけ高級だったら身代金も高くつきそうです。まあそれはいいとして、さて、コンペイトーはどこにあるのでしょうか。というかどこに行けばいいのでしょうか。こっちにはなさそうですが、というかさっきの部屋にはなかったのでしょうか。よくわかりません。こっちには行きましたよね。これはカツオ。盗んでも意味はありません。というか喉が痛いです。喉が痛いのでこの声やめていいですかということがあります。しかしやめません。私は続けます。頑張っていきたいと思います。というかこっちで合っているのでしょうか。わかりません。もう感覚で進んでおります。というかこの階じゃなかったような気がします。上の階に行ったにも意味がなかったような気がします。ということはどこにあるのでしょうか。コンペイトーの位置かよく分かっておりません。コンペイトーじゃない。コンペイトーではありません。カツオ節です。カツオ節なんです。私が探しているのはカツオ節、それだけです。あれ、こんなカツオ、こんな感じじゃなかったはずだ。こんな感じだったような気が、あれ、どういうことだ。こっちか、こっちなのか。お、何かありますね。こんなところ来た覚えがない。ベッドがあり、ベッドの下に何かあるわけがないだろうに。前にもそんな展開があったような気がする。まあ進んでいきましょう。明らかにこっちのような気がします。こっちにコンペイトーがあるのでしょうか。そしてメモです。乱雑な字で何か書いてある。ブラザーキャンピオンアクターデビル訳、これはペンです。絶対違います。これは絶対違います。ブラザーチャンピオンってところで、つまりお兄ちゃん、チャンピオンのお兄ちゃん、アクターっていうのは役者です。デビル、アクターデビル、これ意味になっているのでしょうかね。適当に適当な単語を並べただけじゃないでしょうかね。これでもなんとか読もうとしてみると、どういうことでしょうか。悪魔の役者のチャンピオンのお兄ちゃんということになりますね。いろいろ設定つけすぎです。つけすぎて意味わからなくなっております。というかそれで訳、これはペンですって絶対おかしいでしょ。 This is ペンで終わります。本当にこれはペンですって単語だったら This is ペンで終わります。それだけは教育に良くないことだと思います。しかし面白いネタです。調査にあたりセーブするの忘れました。よく考えればセーブするの忘れたような気がします。カツオ節を見つかったが、ここで何か来てゲームオーバーになったら後戻りが大変です。あった、カツオ節だ。カツオ節を手に入れた。これであとは怖くないで戦うだけだ。そう簡単にはいかせねえぜ。誰が来ました。お、上日丸だ。俺がじゃな。こんな声ではないです。上日丸はこんな声ではありません。俺が相手だ。上日丸、もう君も幽霊に。おう、君たちを救いたい。どいてくれないか。お前は敵だぜ。言うこと聞くわけないだろう。君は今洗脳されてる。洗脳されて幸せだって無理やり思わされて。それで本当にいいの。いい。上日丸、ごめん。
おせっかいかもしれない。ゲミにとっての本望ではないかもしれない。でも僕は戦うよ。やっぱり戦いに入りました。こいつを倒さないと、こいつを倒さないと。セーブしないから戻ってくるのが大変です。どうにかして勝ちたい、どうにかして勝ちたいんです。とりあえず殴るしかないでしょ。殴るしかおや、 A が消えました。 A は倒したのでしょうか。ってか量や HP めっちゃ増えてません？さっきの戦いじゃ20もあったような気がしますが、どういうことでしょう。どういうことでしょう。ポピを倒してレベルがバンバン急激にアップしたのでしょうか。強くて有権です。どういうことでしょう。 B が消えました。倒したということでいいでしょうか。しかし倒れたというメッセージはありません。どういうことでしょう。しかし消えてるならこうする。なんと出てきました。どういうことでしょうか。 D から続けられたら今度は D が消えます。これどういうことなんでしょうか。全く理解とか感じない。とりあえずセーブし片思われたらまた出てくる。どういうことでしょう。どういうことでしょうか。わかりません。全くわかりませんよ。というかこの体勢全員薄いと思います。あれ待って感じですね。ではまた攻略を見ていきたいと思います。全然わかりませんので。それでは皆さん、また攻略サイトを見たことに誠に申し訳ないと思っております。ちなみにどういうことかと言いますと、このブラザーチャンピオンアフターデビル、これはただのネタかと思いました。しかし違ったのです。この頭文字、この単語4つの頭文字ですが BCAD となっております。もしかしてこれはこの順番で倒すということではないでしょうか。さっきの上ひまる ABCD と振り分けられたこの上ひまる BCAD だという順番で倒さないと倒しきれないということかもしれません。攻略サイトにはこれがヒントですと書かれていたが、それは答えと、それがそれでもどう何が答えなのかは書いてありませんでした。自分らで考えるということです。なので多分これが正解だと思われます。 BCAD です。 BCAD の順番で出すのです。この辺はボタンになるの倍速というのか分かりませんが、ボタン連打させてもらいます。送らせてもらいます。カットはしません。カットはカットするほどの時間はありませんでした。というわけで戦いです。 BCAD、 はい、ブラザーチャンピオンで、ね、BC ですね。で AD ですね。つまり BP こいつですね。今ケールスマートにもありますけど、機械で分かっております。次は C こいつですね。あんまり体勢は考えないようにお答えしましょう。 A です。そしてラスト A の音はクリア。お、復活しません。やはりヒントだったのですね、あれは。最初の初見じゃまあそういうギャグなんだろうなとしか思いませんでした。素晴らしい、素晴らしいネタです。ネタにもなって攻略のヒントになる。素晴らしい。ウェヒウェヒヒリュウヤ、どうもウェヒガ、ウェヒガトウェヒガト。なるほど、新しい挨拶でしょうか。独特で素晴らしい。面白いですね。お前のおかげで洗脳が解けたよ。一時的だろうけど。ウェヒマル、君を消すことになっちゃうけど、僕はこの活動しで怖くないよ倒すよ。ああ、わかってる。すまねえな、いろいろ迷惑かけて。俺にまた洗脳がかかる前にパーティーのみんなに伝えておくよ。竜也が俺たちを救ってくれるって。うん、救ってみせるさ。怖くないわ、5階にいる。4階の暖炉から行けるみたいだぜ。ありがとう。いいや、ウェヒガトなんてことでしょう。竜也にも伝染してしまいました。ウェヒガト、今度からウェヒガトで使ってみようかと思います。嘘です。というわけで5階に怖くないがいるということです。多分これが最終決戦でしょう。
もしかしたら鰹節だけじゃ倒せないかもしれません。逃げる羽目になるかもしれません。しかし僕は戦い続けます。竜也と共に戦い続けます。というわけで今回はこの声ではすみません。声が変えておりますのでこの声しか出せません。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週明け喉痛。